鳥居、大野太神社は、兵庫県川西市平野にある神社、摂津国川辺郡の式内庁舎、旧舎格は豪舎、明治に入り神社に移行したただ院と区別するため、地元では田と神社と呼ばれている、以下の四柱を祀る。創建連代は不詳だが、川西市によると、かつて神社近辺は川辺郡大信号と呼ばれており、大和国の新人族がこの地に移住し、 祖先の太田猫命または大国主命を祀ったのが創始とされる。いつから現在の祭神になったかは不明であるが、源の三つが忠創を根拠地とした際に、平野神社の祭神を誕生したとの伝承がある。源氏が忠創を根拠地としてからは、元織とした多大院から見て、牛虎の方角に当たることから、守護神として位置づけられ、平野明神と称したとされ、 近世まではこの名で呼ばれていた。明治六年に豪舎に列した。本殿は、元禄六年の造営であるが、背面のカエルマタや、脇生子の乱魔などに、桃山風が認められ、記録によると、天正六年にも再建されたとあるので、その遺材が転用されたとみられる。吉井貞利、式内社調査報告第五巻全国書誌番号、7800万5760。 ありがとうございます。